ミハイル・ズラトコフスキー。ロシアにおける異教の復活の似顔え。火の蛇はスラブ神話の邪悪なドラゴンであり、混乱と破壊をもたらすとされる。多くの伝説では、それは人の形を取ることができる。古代には、彼はしばしば実食の機能で信用されている。現代ロシアの領土では、燃えるような蛇が神として崇拝されていたことが知られている。このことから、 一部の科学者は、ファイアドラゴンがチェルノボグの擬人化であると結論づけている。燃えるような蛇の聖母。ルボーク他のドラゴンのような生き物とは異なり、火の蛇はクトニオス型の生き物であり、主に地下に住んでいる。火の蛇は、しばしば黒または緑の鱗を持つトカゲとして記述されている。時々、燃えるような蛇は人間の形を取ることができるが、同時にそれは常にある。 主の物理的な欠陥を持っている背骨の欠如変形した下最後の点のために人間の形の燃えるような蛇は祈りを読んだりキリスト教の表現を発したりすることはできない火の蛇に関する神話はキリスト教が採用されるずっと前にスラブ人の間に存在していたと信じられているエレナレフキエフスカヤは人々が 世界の差し迫った終わりを信じていた古代ロシアの時代にクトニオスの生き物の崇拝が遡ると信じている。東部ウクライナの信念によると、火の蛇は道路に美しいものを投げる、ビーズ、リング、ハンカチ、湾曲した橋を持つ十字架。そんなものを手に取った人には夜に燃えるような蛇が現れる。シベリアの村では人々は空から落ちる星は、 実際には燃えるような蛇であると信じていた。燃えるような蛇についての神話は、ロシアのジョジシおとぎ話、陰謀、そして聖人伝のピーターとフェブロニアの物語に見られる。伝説では、火の蛇は通常、混乱と破壊の擬人化である。古代ロシアの年代記から、燃えるような蛇の出現は、空の燃えるような帯の出現から学ぶことができることが、知られている。陰謀では、 火の蛇は女性に情熱を植え付ける能力を持っているアシスタントとして言及されている。バルト神話では生き物はドラゴンのアイトワラスであり燃えるような蛇とも呼ばれている。しかし、これはスラブの燃えるような蛇との彼の繋がりが終わるところである。ありがとうございます。